こんにちは、いいいです。す。Photoshop、が重くてて困っっるる方いらっしゃると思いますえ私はフォトショップの講座もやってますが講座ではやってない部分の環境設定などについての、まあ、簡単なお話ですね。設定が適切でなかったり長くまあそのまま使ってたりするとフォトショップもかなり重くて使いづらくなったりします。えもちろん一番の対策はより高性能のパソコンに、まあ、買い替える。 っていうことになるんですけど、ま設定を見直すことでかなり快適になったりするんで、この7つの設定やってみてはいかがでしょうか？内容は全く難しくありません。ま、こちらの動画を参考にまやってみることをお勧めしますね。で、こちらの動画で使用しているのは2021年3月10日現在の最新バージョンですね。22.2ですね。最後に。 やり方のまとめを表示してますんで、まあ、画面コピーするなどして活用してみてください、えー、ではですねまずやるべきは環境設定ですね環境設定の方から4つあります項目がありますで1番 Photoshop に使う RAM 容量を増やしますどこでやるかというと、えー、編集の環境設定のパフォーマンスというところですね フォトショップで使用する容量ってありますけど今私はメモリの71割り当ててます。多分ですね初期値は60%ぐらいだった60%だったと思います70に上げてますねこちらまあ上げすぎてもですね他のものが何も動かなくなったりしますんで85%以上を割り当てることは推奨されてませんね。 まあ70ぐらいでやってみてます本質的な改良となると、まあ、メモリメモリそのものを増やすっていうことになりますけどねまずはこれでやってみてくださいで2番こちらですねキャッシュタイルサイズの調整 Photoshop が一度に処理するデータの量ですねタイルって言いますけど1回に処理するデータのサイズですね量を指定しますこちら4つありますんでこの中から選択できるんですけど えっとこちらですね初期設定写真ってやると1024になってますねこのタイルを大きくすると大きな画像の処理が速くなりますまあ1回に大きく読めるので,で小さくすると逆にレスポンスが向上しますね処理単位が小さくなるんでまあどうするかっていうのは具体的には難しいんですけどね話によるとプロセッサーがインテルのコアを使用している場合はこの1ニッパーあるいは 1024K を選択すると効率が向上するという話ですねそれ以外の2つは132とか中途半端なのよく分かんないですけど Intel Pentium 4とか AMD なんかの場合はこっちがいいそうです、まあ、あまり使っている人もいないかもしれませんね、まあ、私のパソコンは、まあ、こちらもそろそろ買い替え時期になっているんですけどね、えー、グラフィックプロセッサー、まあ、これもちょっと古いんでね 変える予定ではありますが、今のところインテルなんで1ニッパーにしています。3番、ヒストリーですね。まあ、ヒストリーをご存知ない方は、まあフォトショップの入門編初級編受けていただければと思いますけど、まあ一瞬でね、その今やった作業のタイミングまで戻ってくれて、まあ、最高なんですけど、このヒストリーですね。重さの原因になります。ヒストリーがあるっていうことは このフォトショップが以前の状態を全部記憶しているっていうことになるんでまあ重くなりますね。デフォルトは多分20だったと思います。まあ私はちょっと増やしてたんですけど、えー、最近重いので20に戻しちゃいました。まあ18でもいいや。えー、にしときます。まああのこまめにやってればねそう不便はないのでまあこれもトレードオフなんですごく使いたい人は50とかにしてもまあいいのかなと思いますね。 マシンパワーが十分にある方はいいいと思いますで次に4番仮想記憶ディスクの調整ですね仮想記憶ディスクっていうのはフォトショップの実行中に、まあ、一時的に記憶に使用されるディスクドライブまたは SSD ですねでフォトショップはここにメモリに収まらないような状態を保存しますで編集の環境設定の 仮想記憶ディスクこれですねこちらに有効なドライブが載っています空き領域とかねこちら初期値は Windows の通常マシンであれば C ドライブになっていると思いますね OS が入っているプライマリードライブは避けた方がいいと思います専用のドライブの方が Photoshop は高速に動作しますね 空き容量が十分にあって速度が速いドライブを指定します、まあ、私の中で空いてるのはこれになってんでこれやってるんですけど SSD が使えたらいいんですけど、まあ、そうでなければ通常は普通のハードディスクになりますね、えー、私も SSD を今購入中で注文してんですけどまだ来てません、まあ、C ドライブは SSD なんで、まあ、そういう意味では速いかもしれませんけどね こちらにネットワークドライブなんかは、まあ、やっぱり不安定ですし遅いと思いますので推奨できませんねこちらを設定してみてくださいで5番ですねこれ環境設定とちょっと違うんですけどこちらレイヤーのサムネイルサムネこちらをちっちゃくするという技がありますねこれちっちゃくしてますかなりちっちゃいですねまあ結局サムネなんでどのレイヤーなのか分かれば確認することができれば いい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 ととと思思ううのででででサムネイルがすすすごくでっかいという必要ははほぼないはずですね確認できればいいと思いますこちらは、このレイヤーパネルの横のメニュー、こちらから、レイヤーパネル、パネルオプションですね、パネルオプションを開くと、レイヤーパネルオプションっていうのが出てきて、こちらでね、サイズ、まあ、なしっていうのもあるんですけど、ちょっと分かりづらいかな、小さくしています。サムネのサイズですね。 大大ききくくすると大きくなりま,すまあ見やすくていいんですけどねまあ見えますんでね、えー、小さくしてやった方が、まあ、特にレイヤーたくさん使っている方はえいいと思いますで6番メモリーをクリアする、まあ、使っているとどんどんまあ重くなっていくように思いますねまあその理由はえ数々の動作を記憶しているからだと思いますこちら編集の メモリーをクリアっていうのがありますんで、まあ、今ヒストリーとかクリアされてますんでグレー表示になってますけどビデオキャッシュをクリアしましょうまあこれでかなりフォトショップは軽くなりますねでこちら全てを選ぶと全てが消え去ってしまうんでそこはタイミング等を注意してくださいねで7番スマートオブジェクトを使っておられる方は、まあ、ラスタライズした方がいいよという話ですね 画像をスマートオブジェクトにしたまんまだとめちゃくちゃ重たいですでスマートオブジェクトは場合によってはいろいろと便利な機能なんですがかなり重くなる原因なので処理がまあ確定した時点でラスタライズしてしまいましょうラスタライズってのはベクトル画像からビットマップ画像に変換することですねでビットマップ画像はラスター画像と呼ばれたりもします つまりまあスマートオブジェクトですね。ベクトル画像を、えー、ビットマップ画像、ラスター画像に変換することですね。まあ、平たく言うと普通のビットマップに戻してやると、えー、対象のレイヤーの、えー、右クリックでこれウィンドウが出ますんで、えー、ここでレイヤーをラスタライズってやってやるとラスタライズされますだからまあスマートオブジェクトのまんまでほ,ほったらかしにせずに 処理が終わったらラスタライズということでいいと思います、えー、以上ですね7つの方法是非試してみてくださいこちらに、まあ、メニューの繊維ですねどこからやるのかっていうのを一覧にまとめてありますんで、まあ、こちら参考にしてみてくださいまあ私もね、えーまあ、グラボもちょっと古かったりいろいろ問題があるので、まあ、最近動画とかね多いですからパソコンは買い替えるつもりですけど まあこれでしばらくやっっててみたいと思ってます、まあ、皆さんも、まあ、そうそう簡単にねパソコン買うっていうわけにいかないんで是非やってみてください、えー、それでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました